総合病院にある意味というのは、診療のレベルを上げるということですけれども、それだけではなくて、やはり教育という意味でも、新しい若い医師を育成するという意味でも非常に大きな意義を持っているんじゃないかなと思いますけど、診療のレベルが上がると同時にいろんな科に波及効果を及ぼして、学生がここに、いわば残ってくれる、山形大学に残ってくれる、山形県に残っている、でそれによって山形県の医療というのがさらに充実したものに、どんどんこういい回転が出てくるんじゃないかなと思ってますけれども、やっぱり本物が世界に出しても恥ずかしくない本物があるということは、やっぱり徐々にですね、学生のあるいは山形県の医療人にとってやっぱ自信になると思うんですね。ああいう本物があるかないかは全然違うと思います。いろいろな選択肢の中で重粒子を使えるっていうのは、これはもう本当に素晴らしいことであって、例えば化学療法とか手術とかそういうものと組み合わせるということによって、自分がやっているがんの治療というものが最先端のところに一気に行くわけですよね。でしかもそれを山形大学で開発した機械でそれができるっていうのは、彼らにとっては本当に勉強にもなりますし、プライドを持てると思うんですね。で将来にがんで悩んでいる患者さんの、いわば治療に、自分も役立ちたいというような高い理想を持っているという意味では、非常にやっぱり、素晴らしい機会を彼らも持ててるんだろうなというふうに思ってますけども、はい、こういった施設のある場所で勉強できることはすごい幸せなことだと思うので、こういう機会を生かしてしっかり勉強していこうと思います。そうですね、こういったこう放射線治療というのは、どの科に行っても今後将来伸びる分野で使われる部分だと思うので、しっかりと放射線治療というのも頭に入れて患者さんにお勧めできるような医師になれればなと思います。